田中進は、日本の実業家、官僚、有貯銀行取締役兼代表執行役副社長である。1982年4月に、郵政省へ入省した。昭和62年に、奈良県下市郵便局長に着任した。郵政省では主に貯金畑を歩み、1996年7月に、貯金局経営計画課経営調査室長へ、 2001年7月に総務省郵政企画管理局貯金経営計画課長に就任した。2004年6月には内閣官房郵政民営化準備室参事官として郵政民営化に携わり、平成15年1月に郵政事業庁貯金部資金運用課長、同年4月に日本郵政公社郵便貯金事業本部企画部長を経て民営化と同時に、 平成19年10月に、ゆうちょ銀行執行役権営業企画部長に、就任した。2009年6月に、ゆうちょ銀行常務執行役権経営企画部長に、2012年4月に、専務執行役権経営企画部長に、2013年6月に、取締役権執行役副社長に、2015年3月に、同取締役権代表執行役副社長に、承認した。 また、2009年10月には、日本郵政株式会社常務執行役を兼ねる。ありがとうございます。